通に私のことをナルコって呼ぶのよね。私もマリコって呼んだら、呼ばれてることにすら気づかなかったの。妖怪も神様も火も風も水も大地でさえも変化した。巣らしき穴も見つけたことがあったわ。ま、妖精は救済対象じゃないんだけどね。